こんにちは、リカ、リコ、リカリコです。お願いします。はい、というわけで今回はもう年末ということで2017年を画像を使って振り返っていきたいなと思います。それでは動画スタート。はい、じゃあまず1枚目がこちら。はい、これはですね、毎週日曜日リコたちは LINE ライブをしてるんですけど、うん、今年は1月1日が日曜日だったということで、こういう風にね、書き初めをして、今年はこういう風に頑張ろうっていうのをね、目標を書いてました、うん、リカは女子力アップって書いて、うん、リコは有言実行やけ、そう、できましたか？女子力アップ、うん、まあなんか最近やけど、うん、なんか腹筋とか、うん、でもネイルとか、そう、ネイルとか今もするネイルとかも自分たちでしてるから、うん、まあ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 ちょっとはアップしたんじゃないかなと思います、うん、まあリコもね、有言実行って書いたんですけど、夢はね、うん、発言していると絶対叶うので、リコはそう信じてね、うん、頑張ってきましたはい、次の画像がこちら。この写真はガールズアワードに初めて出演させていただいた時の写真です、はい、この時は、うん、カオさんのステージとウィゴーさんのステージに歩かせていただいたんですけど、うん、リカとリコの夢って、うん、ランウェイを歩くことがずっと夢やったから、あ、それが2017年に叶ったので、うん、すごい嬉しかったですね。この時は一つの夢が叶ったという感じでしたね、うん、そう。次の写真がこちら。はい、これは多分誕生日の動画も出してると思うんですけど、うん、誕生日の時の画像ですね、うん、まあ、ちょっとリカとリコ不機嫌やったよな。そう、なんか何かとは言わんけど言わんけど、なんか事情があって不機嫌でした、うん、事情というか、まあ勝手にリカとリコが不機嫌になっとっただけなんですけど、まあ今までで一番怒っとったかもしれん、誕生日でな、うん、でもお店に行ってご飯を食べて、うん、で家に帰ってきたら家をね、めちゃくちゃ可愛くしてくれてて、くれててね、そう、それがこの写真なんですけど、めっちゃね、可愛くしてくれてたんで、うん、インスタグラムとかにも載せれるようなね、お部屋にしてくれてました。次の写真がこちら。リカとリコは今年初めてテレビ CM に出演させていただいたりしたんですけど、うん、この写真はその中の一つの折り消しのね、撮影をしてました。まあ今年はすごい初めてが多くて、うん、そうやな、今でも CM が映ると、うん、はぁってなる続いての写真がこちら。また違う CM の撮影の時にリカとリコがね、6月誕生日だったので、お祝いをね、していただいたんですよ、うん、バンダイさんの方に。すごく嬉しかったです、うん、このイラストもめちゃくちゃ可愛くて、うん、そう、すごく嬉しかったですね。次の写真がこちら。これはリカとリコは幼馴染の友達がいるんですけど、その地元のお友達と4人でディズニーランドに行った時の写真です、まあ、東京旅行って感じで行ったんですけど、1日目が、うん、普通に渋谷とか原宿とか観光、うん、観光して、で2日目がディズニーに行ったんですけど、その時の写真ですね。いろいろね、喧嘩とかトラブルとかもあったんですけど、うん、その仲いい友達やからこそすごい楽しかったですね、うん、な、なんかその喧嘩とか最近せんから、今ではなんかそれが笑い話みたいにできるかな、すごいいい友達ですね。続いての写真がこちら。これはリカリコ初海外に行った時の写真なんですけど、うん、これは台湾ですね。そうやな、そう、台湾にお仕事で3日、3泊4日、うん、そうそう、行って、すごいいい思い出でした。めちゃくちゃいいとこでした、うん、台湾現地の方もすごい優しくて、うん、また行きたいです。そうやな、でもすごい夏に行ったから、うん、なんていうの、紫外線がすごくて、うん、めっちゃ暑かった、ムシムシした、うん、続いての写真がこちら。これは関西コレクションに出演させていただいた時の写真です、うん、2つステージ出演させてもらったんですけど、1つ目が結構子供っぽい感じの元気って感じのステージで、2個目がなんかこう大人っぽい感じのイメージのファッションで、メイクとかもすごくいつもしない感じやったから、すごく新鮮で楽しかったですね。続いての写真がこちら。この写真は動画にも出したんですけど、うん、リカリコ食べっていうのを発売しました、うん、京都のお店の方で人数限定なんですけど、イベントもさせていただいて、うん、皆さんがね、すごく美味しかったよとか言ってくれたので、すごく嬉しかったですね。続いての写真がこちら。これはですね、このチャンネルでは報告をしてなかったんですけど、はい、この度ソニーミュージックアーティストに所属になりました。お願いします。
ります。 SMA のチャンネルの方では、うん、挨拶動画みたいなのを出してたんですけど、あと Twitter とか Instagram とかでは報告してたんですけど、 YouTube ではね、うん、出してなかったんでね、うん、今までどこの事務所入ってるのとか聞かれることが多かったんですけど、うん、初めてね事務所に所属になりました。これまで以上に頑張りたいなと思います。うん、続いての写真がこちら、 Y モバイルさんの CM に出演させていただいた時の写真です。これはですね、この猫耳をつけたりしてすごく楽しかったです。うん、双子ダンスもリカとリコが考えさせていただいて、本当に本当にすごく貴重な経験になりました。はい、2017年の写真はここで終了です、うん、こんな感じでした。どうでしたでしょうか。でも2017年は、うん、本当にリカも言っとったけど、新しいこととか挑戦することが多かったかなって思います。はい、というわけで2018年ももっともっとレベルアップしたリカリコがお見せできるように、リカとリコもね、うん、全力で頑張りますので応援よろしくお願いします。2017年最後の動画になったんですけど、皆さん良いお年を。良いお年を。そして来年もよろしくお願いします。バイバイ。